なく青い空の下で何度目かのスタートを切った。今回待ちに待っていた中学高校総体が中止となってしまい、輝ける場所を失ったことに、私には想像もできないような気持ちでいつも過ごしているかと思います。一度しかない学生生活の中、一つの試合がなくなってしまうことがどれほど大きなことか。集大成となる大会がなくなってしまうのは本当につらいと思います。悔しい悲しいのままで終わらせてしまうのは、もっともっと悔しいと思うので、このまま終われない。近道なんてない、魔法なんてない、あるのは逆を打つ体一つだけ。信じ抜いていけ。先輩を勝たせたいという思いで努力してきた選手、このまま引退を余儀なくされる人もいるかと思います。それでもここまで共に頑張ってきた、チーム一丸となってやってきたことは一生の財産です。何が W リーグもシーズン途中で終わってしまい、とても残念でした。この気持ちをどこにぶつけていいのかわからない日々が続きました。当たり前にあると思っていたことができなくなり、仲間と毎日会って話してバスケットをすることがどれだけ幸せなことか感じています。あの時があるから今の自分がいると思えるように、前を見て信じ続けていれば絶対に活かせる時が来る。諦めないのは、越えられるのは、また皆さんの前でプレーできること、皆さんと笑い合えることを楽しみに、今できることを一つ一つしっかりとやっていきたいと思います。風が吹いても足がすくんでも、確かに強くなることを打ち鳴らせ、祈るように。バスケットボールというスポーツに熱中したこと、仲間との楽しかった思い出や苦しかったことも、大事な時間は祝わせることはないと思います。全てのことに意味があって、だから今ここに立ってるんだ。無になることになれ始めたと思ってたけど違ったんだ。優秀な人形じゃない、変わってゆく。終わりたくない、後悔したくない。愛することだけは忘れないでください。それぞれの場所で輝けるよう願っています。少しずつ前を向いて、笑顔で元気な姿で、必ずまた皆さんの前でプレーができるその日まで、今できることは精一杯頑張ります。